皆さんこんばんは。本日はですね、福岡の月一の109回目ですね。前回108回目で前田夏実さんが来られて、この会場はいっぱいになってキャンセル待ちもたくさんあったんですけれども、今日はですね、まあまあいい感じで、いつもの顔ぶれで、初めての方いらっしゃいます？まあまあいらっしゃいますね。今年ですね、2024年なので、僕は20周年なんですよね。いろいろ何周年がありましてですね、例えばですね、20年前、2004年ですよね、スピリチュアル元年でしたね。2004年の2月かな、3月ぐらいかな、前世が分かったんですよ。いや、分かったというか、そういう話を真面目に聞いたんです。というのが、もともと僕のね、なんか音楽関係のお知り合いがいてですね、でその方の奥さんがなんか面白いということを聞いたんですよ。で遊び行ったんですよね、なんとなくお茶飲みに。そしたらなんか前世が分かるとか言い出したから今だったらね、はいはいってなるんですよ何言っても不正解にはならないでしょ、前世とか言っても、な雰囲気だけで言えばいいじゃないですか。だから僕なんかね、もう何でもいいから、別にね、前世が見れる見れないはどうでもいいですよ。例えば僕の前世何だと思いますか、直感でって言ったら、だいたい3割以上はお坊さんって言うと思いますきっと、はい。だからそれはもう偏見というかね、先入観があるじゃないですか。例えば僕のことを全く知らない人が聞いても、こういう格好をしていたら、前世ですか、いやそれ分かんないですよと言いながら、いやもし分かるとすれば何でもいいですよ、別に正解も不正解もないんで、印象だけで言ってくださったら、お坊さんですかって多分言ってくると思うんですよね。でその20年前も前世が分かると言われて、チベットの高僧と言われたんですよね。チベットの高僧ですかと。でチベットで随分と厳しい修行をなさったみたいっていうのが見えるっていうんですよ。そしたら、ああもうでも根性はそれを皆さんにお伝えするようなお役目がありますとか言うわけですよ。ちょっと嬉しいじゃないですか。だからその時ね、サラリーマンで将来何をすればいいか分からないような、まあそういう迷った状態 でスピリチュアル全然興味がなかったんだけども、なんかそういうご縁があったのかとかいうのがあって、ちょっと嬉しくなるわけですよ。いやみんなね、やっぱり前世って言われてさ、いや前世は中世のお姫様でって言って、ね、だけどもその敵対する勢力からどうたらこうたらって言って牢屋に入って、そこに皆さんから愛されながらも惜しまれながらもお亡くなりになって、根性はその記憶が残ってるはずですって言ったら、思い出しました、絶対言うはずですよ、ね、そんな前世何ですかって、いや別に普通のお百姓さんですよとやったらさ、がっかりするじゃないですか。まあ、何言ってもありなんだけども、まあ、前世があるかないかももちろんあるし、あるっていうふうに考えた方が辻褄が合うと思うんであればそれでいいと思いますよ。まあ、それはもう科学の問題ではないですからね。なんかその前世の記憶の持つ人っていうのは結構いらっしゃいますけどね、大体トリックありますからね、大体からくりがあるわけですよ。だからガチで能力があるのはもう否定はしないです。そういう人はいるということはいるだろうと思うんですけども、でも大体仕込みがあるんですよね。昨日かなんかも言ったんですけども、インドでものすごい預言者がいるってですか、少年、ね、いやちょいちょいコメントがあったんですよ、本物の預言者がいますって言って。でその預言者のね、なんとか君にねついて解説してる動画とか結構あって、ちょいちょいって見たらですね、もうね手当たり次第に言ってるらしいんですよ、いつ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 で。皆さんね、当たった予言って覚えてるでしょ。例えば、まあ、最近で言うと有名なのが辰木亮さんの私が見た未来って、 3.11 を当てたということになってるんだけども、別に当ててるわけじゃなくって、表紙に2011年3月って書いてるわけですよ、ただその文字だけでも。我々の記憶にとってね、2011年3月って言ったらもうただ事ではないわけですよ。例えばその平成以降とか、我々が生きてる間の歴史の中で、もう個人的な、ね、その年月日あるんですよ、日本を通してもうこの今年はもう本当にやばかったっていうのって なんか3つぐらいあるでしょ。でまず1つはね、2020年だと思うんですよね、コロナが始まった。これはもう子供たちもね、ものすごいインパクトありますよ。さすがに今授業中マスクをしろとは言われませんし、それでもね習慣でマスクしてるやついるって。僕は花粉症だからマスク持ってます。だけど今年ね、俺花粉症来てないんですよね。花粉症来てる人います？あ、いらっしゃるんですね。というか、1週間ぐらい前に1回だけ来たんですよ。ほいで、滝打たれてやってるでしょ。そしたらまあね、鼻風が出てくるわけで、ああ、来たなと思って、でも気休めだと思って、帰りに薬局寄って、コスモスとかそういう系のね。ほいで、まあ、あんまり薬飲んだことないんですよね、花粉症の薬って。なんか眠くなるとかそういう悪い噂が、悪いというかね、なんかまあ、俺薬なんか頼らないんだって、意外とそういうところがあるんですけども、ほいで薬頼ったんですよね。眠くなるやつと眠くならないやつどっちがいいですかってさ、眠くなるやつの方が効くんですよねって言ったらさ、一緒ですって言うから、じゃあ眠くならない方がいいですよと。何をおっしゃってるんだ。いや、値段は見なかったな、でもね。ちょっと値段はでもそんな、1000円ちょいですよ。
でそれが効いてるのか分かりませんが、多分効いてるんだと思うんですよ。全然問題ないってことですね。さっきのね、予言の話ですよ。手当たり次第に言ってるわけですよね。で、我々にとって記憶に残ってるのだったら、まあ、コロナですよね。で、コロナを予言した人がいるわけですよ。でも、その人がいろいろ言ってることも知らないですし、あとやっぱり 3.11、2011年、やっぱそれ出てきますよね。で、それも予言した人がいっぱい出てくるわけですね。で、それで有名になったりしたのが、松原なんとかさん。いたでしょ、松原照子さん。最近あんま聞かないですね。なんで聞かないかというと、僕はなんで聞かないか分かんない、推測でしかできませんけども、予言が当たってないからだと思うんですよ。でセンセーションなのにね、ガーンって、例えばね、じゃあここ今30人いますけれども、じゃあ皆さん一人一人予言してください今年のって言うとするじゃないですか。一人ぐらいめちゃくちゃ当たりますよ。いやこれね、何を隠そうなんですけども、僕も動画でも言ったんですが、2005年に福岡のあの玄海島で地震があったの、その記憶がある人います？ありますよね。あれ福岡に住んでたらまあまあでかくなかったですか？まあまあでかいでしょ。もうミシミシミシっていうレベルにでかいじゃないですか。あとは熊本とどっちがでかかったですか？福岡にいて熊本でかかったですか？僕その時東京にいたからね、分かんなかったんだ。もう熊本ですよね。めちゃくちゃすごかったですか？そうですね。なんかあんまり地震に合ってないんですよね。まあいいんですけども。であの時にね、2005年の3月にちょうど会社辞めるばっかり、辞めるところだったわけですよ。ちょっとスピリチュアルにねハマりつつあったわけですよ。でサイキックとかそういう能力に憧れがちょっと出てきたわけですよ。で前世見れたらいいなとかさ、オーラ見れたらいいなとかね、未来が予知できたらいいなとか思うでしょ。そんで、まあこれガチの話なんだけども、3月にわーってなりましたと。でその何週間後にですね、それこそ博多の呉服町の方に行きつけていた小料理屋があって、僕仕事仲間なんですね。そこ行ったら九州大学の先生が来て、それは僕の知り合い の, あのご主人だったんだけども、でその何月何日に地震来ますって言ってきたわけですよね。でその人はなんと九州大学の工学部の大学院の先生です。おそらく今教授とかだと思うんですね。でどういう話ですかって言ったらさ、海面のこの水位をねいろいろ観察してるんで、その水位のこうなる時と地震の間に相関関係があるかもしれないっていうことを研究していたわけですよ。でそれ聞いたんですよ。でこれ水位があって、じゃあ何月何日でピンポイントで大きめの地震が来ますんでというふうに言われたわけですね。本当ですかと。いやそういう研究をしてるんですと。あ、だから地震の研究ってあるんだなということを僕はもう身近に知ったわけですよね。で一応ね、まあでもその人言ってますよ、 100% ではないと。一応研究段階だってその蓋然性というのはね、まあ、これからのものであるという。ただまあいろんな調査方法があって、まあ、海面もあればですよ、それなんかいろいろ動きがあるじゃないですか。例えばその民間的な話で言うとさ、イルカが打ち上げられるとかね。であれも全然意味がないらしいんですよね。でまあまあでもなんとなくね、地震の前というのは我々よりも自然界のさ動物の方がちょっと敏感そうな雰囲気あるでしょ。で一応その日来るなと思ったんですよ。でちょっと明日だなと思って、夜中の11時ぐらいに外を見るとカラスとかスズメが昼間並みにキャキャキャーって鳴いてたんですよ。でそれ偏見があったからですよ、もちろんね。聞いてなかったらさ、あなんかスズメだっていう。で別に夜中にスズメ鳴くぐらいもあっても別におかしくないと思うんですよ。それで思わずブログを書いてしまったんですよ。明日福岡で大地震が起こるらしいのでお気をつけください。結構見た人がいたんですよ。それ後からちょっと消したんですけどね。それは当時はスクショという概念もなかったんで、誰もそれスクショしてないと思うんですけども、あれなぜ消したかっていうのはちょっとね、いろいろあったんですけども、でそれで来ちゃったんですね。そしたらなんと俺予言者になっちゃったんですよ。本当に。それで某船幸男先生の地震雲がどうたらっていうですね、地震予知掲示板ってあって、昔はね SNS もなかったんで、まあ、掲示板がコミュニケーション手段だったわけですね。で地震予知掲示板で僕のやつがバンって貼られるじゃないですか。そしたらにわかに来るんですよ。そして僕の身近なね、それこそね、僕の前世を言ってくれた人なんかは、なんで俺に言ってくれないのと言うんですね。次は真っ先に言ってねって言うんですよね。次だから僕が、ね、だからとにかくそのご夫婦もですね、この石田君というのはひょっとしたらどえらい人間じゃないのかみたいなことをちょっと言い始めてるわけですよ。で俺もその旧大の話がしてないから、なんでわかるのって言ったら、そういう気がしたんだ。次は絶対来てね。そしたらね、そのご主人ですね、で言ってくるわけですよ俺にね、石田君いつ来るの次は。で俺もちょっと調子乗るでしょ、なんか直感働かせて、次は5月20日ですねとかなんか適当なこと言い出してますよ。そしたらね、そこで自分がね、ちょっと狂っちゃってるんですね。5月20日言っちゃってるから、もう来てくださいって思って、地震来てくださいっていうふうに祈ってるんですよ。それで来ませんでした。それから僕はもうね、地震来てくださいって祈ってる自分も心が健全ではないしね。でそんなことでさ、掲示板取り上げられてワンチャン当たっちゃったらね、だからドゥワーってなって、多分その人間になるでしょ。だから先ほど言った松原先生ね、松原さんね、照子さんね、もう、まあ、そういうこと言ってたのかもしれませんけども、当たっちゃったからね、
でもそのずっとそれね、自分にその注目されてるじゃないですか、発言が。でも絶対当たってくれって言うと思いますよ。で、ね、その時のね、免罪符というかね、それを阻止する文言があるわけですね。それ何だったら、祈ってくださいと。その日に来ますので、皆さん、ルシファーの怒りを押し沈めるためにお祈りくださいっていうわけですよ。そしたらね、ちょっと動画でも言ったんだけども、どっちに転んでも大丈夫。もうポートフォリオを組んでるわけですよ、ちゃんとね。株が上がったら債券が下がるみたいなんですね。そういうのをちょっとちゃんと組んでるわけですよ。だから当たってし、まずまあ当たらない確率のはるかに高いんだけども、当たらなかったら皆様の祈りのおかげで地震がなくなりましたと。で、そういうのね、本当にね、俺の知り合いがやってた例ですね。もうそれこそ、いつだったかな、3.11 の直後ぐらいですよ。もうみんなその予言とかそんなのいっぱいいてて、で、お知り合いの大阪にいる男子ですよね。だから Facebook かミクシーかなんかですね、ピンポイントで言い出したんですね。で、大阪市で、神戸ぐらいの阪神淡路レベルの震災が起きますということを皆さんシェアしてくださいって、なんか土地狂っちゃってさ、ほんで俺その時からさ、何言ってんだってことですよね。で、でもその時も戦ってたわけですよ。ほんで来なかったんですよね、当たり前ですけども。しかし宮城県の大崎市で震度2が来たんですよ。そしたら皆様の祈りでずれましたって言い出したんですよ。もうブチ切れっすよ、本当にブチ切れた。あの時は大阪市が大崎市になりましたと。それも震度ね、5か6かなんかが2になりましたって、皆様のおかげですってさ、本当マジクソだと思って。で、知り合いで、まあまあそのなんか仲いいわけじゃないけども、まあ、なんかこういう喋るぐらいの仲だったけども、本当そいつにね、お前はクソかって言いましたもん。本当に言ったんですよね。で、それ以来なんか地震予言するやつにはなんかね、敵対心を持ってしまって、まあ、前もどっかで言ったと思うんですけども、2011年のね、3月の後ですよ、7月に巨大津波が来ると。で、スカイツリーが真っ二つに割れると。で、それ何かって言ったら、小手蔵っていう少年がいて、そのお母さんのブログなんですよね。で、小手蔵ってもちろん本名じゃないと思いますけども、で、小手蔵が夢の中で震災の夢を見たと。で、成田空港が、あれ成田空港ででもね、標高70メートルぐらいですから、水没するとなると日本が全部飲み込まれるぐらいのことになるわけですよ。で、スカイツリーが真っ二つに、ね、折れるとか。で、それを小手蔵が夢の中で天使から教えてもらったっていうわけですよ。もうそのストーリー、そのストーリーですよ。で、そのストーリーにみんなありがとうございましたってさ、で、俺それ見た瞬間ブチ切れっすよね。でもその人の掲示板に俺の電話番号書いて、となぜかって言ったら、それね、掲示板でもね、コメント欄からでもいろいろ物議醸していて、伊豆半島でなるっていうから、で、熱海の旅行をキャンセルしました、ありがとうございますとか、もうガチでいるわけですよ。それダメでしょって、それ。いや、まあいいんだけど、それもう個人がね、そうやって決めることになればいいけどね。それで、そういうね、風評被害なことでちゃんと責任取れるんですかみたいな。それで、それちょっと電話してくださいよって言って、そしたらそのコメント欄閉鎖されて、なんと2チャンネルに飛び火しちゃったわけですよ。で、その小手蔵対俺になったんですよね。小手蔵ママ対俺になったわけですよ。で、もう気違い降臨ですよ。で俺掲示板でもね、もう言ったら、もう電話かけてこいと、文句があるんだなって、2チャンネルに電話番号書かれちゃってたから、で、電話番号書くなよみたいなレスもあったんですよ。だけど僕はそこで、いや、かけてこいと、2人かけてきたんですよ。へえ、かっこいいですって最高です、初めて知りましたけども最高です。なんか2人ぐらい、いや、それはそうですよね。で、その時にね、天使っていう話があって、天使がね、そんなしょうもないこと言うはずないだろうとね。で、それが僕がその時に言ったんですよね。俺も天使にじゃあチャネリングするわって、これガチで言ったんですよね。ガチで言ったんですよ。その2011年の7月ぐらいに、小手蔵さんのね、天使とやらがね、青い光のなんとかの天使という名前なんですよ。よくあんねんけどね、みんな好きそうですよ、そういう名前がね。で、それでなんか、スピリチュアル系の鹿児島のね、おばちゃんみたいな人がさ、私には親子の純粋な愛しか映りませんけどとか言うわけですよね。いや、もういいからそんなのね。で、まあ、それで、まあ、最終的にはね、皆さんの祈りがってしたかったんだけども、で、これ実はね、裏がありましてですね、なんとその人はスピリチュアルフェスティバルをやりたかったんですよ、その集客。だから、にわかにうまくいったの。要するに拡散されまくったからね、ブロで。で、その人が主催するスピリチュアルイベントの集客に役立てようと思ったけども、ダークホースが現れましてですね。はい、で、結局その日ね、俺もちょっと緊張するじゃないですか。そしたらね、どっかの夜中に震度2ぐらいがちょっとあったぐらい。でもね、この24時間とか48時間以内に地震は絶対というか、まあ、ほとんどどっかであるわけですよ。で、このね、48時間以内に1回も地震がなかったら大地震が来る前触れだっていうことが、今この間 3.11 以降の科学の蓄積によってその蓋然性が出てるわけですね。だから岡田敏夫さんの YouTube とか見たんですけども、48時間そういうね、まあ、対象となる区域で震度1とか震度ね、地震が全くないんであれば、ちょっと後に大地震が来ますからというのが大体分かってるらしいんですね。だからなんとなく予知できるらしいんですけれども、まあ、その時に岡田敏夫さんが言ってるのは、大切なのは靴ですと言ってるわけです。
ですよ。逃げるでしょ。でこれは我々ね、そのなんか瓦礫とかなんとか言うんだけども、怖いのが足元ですよね。瓦礫が一回落ちちまえばね、避けることができればさ、まあまあいいですか、ね、それはもう落ちてきてしまったらもう その時もうその今ここじゃない、その時でしょ。でもガーって一回揺れて、じゃあそれから今避難しようった時に靴がなかったらさ、足刺さるでしょ。その方が辛いわけですよね。では先ほど固定像のね、ね、それでまあちょっとあったわけですよ。でなんか案の定言う人がいたんですよね。皆さんにねこれ拡散されたことによって、ね、祈りによって静まりましたと。だどっちでもいける、ポートフォリオですよね。どっちでもいけるわけですよ、書くんでるわけですね。だから俺はじゃあ俺も天使にチャネリングするよって言ってさ、ほんであ来ましたとね。で俺の天使こう言ってますよって言ってさ、ドアイユー言ってるって本当に言ったんですよ。本当にそれで、それは夢や払うけ何が起こってるのかっていう本でも第4章にその話してます。でいやーっていう本をしてるんです、やってるわけですね。でそれはまあたまに言ってるわけですけども、まあそれで、ね、結局宇宙というか天使とかね、根源的には大丈夫しか言ってないっていう本なんですよ。だからそれが僕の、まあ、ある種の悟りの根幹にあるわけなんですね。大丈夫教じゃないんですけども、大丈夫だっていうね、もうそれがもう根幹にあるわけなんですね。それは何かって言ったら、2005年の5月にインド行ってるわけですよ、ラダックに。その時にまあ暴漢になってっていう話よくしてますけども、で旅館の上で般若心経唱えた時にですね、あ今日もさっきも YouTube 4時ぐらいにアップした話でちょっとしてるんですよね。あの最近ね、別に姑息と思わないでくださいね、僕もいろいろ試行錯誤するんで、あの3シリーズを続けてやろうと思ってるんですよね。3つの何かとか3選とかいうの分かりますよね。運が良くなる3つの秘訣とかね、あるでしょ、ね、2025年7月が何も起こらない理由3つとかね。でそれやるとね、ちょっとねみんな見てくれるのいやあのね、これ別に何だっていいんだけど、しかもね、いやそれはあのそういうのもあるんだけど、見ていただけるってあるんだけど、見やすいっていうのあるわけで、ね、次なんだろう次なんだろう次なんだろうって、これ喋、ね、る方でもすごくいいわけよ。じゃ例えばね、なんか知りたいことあります、何でもいいです、何でもいいです、何でもいいですよ、何でもいい、あピカピカになっていいですよ、ピカピカになる習慣3つとか言ったらさエビデンス何にもないんだけれども3つすぐ思い浮かぶわけ。じゃあ今言おうと思ったら、一つは抗酸化力のある食べ物を食べる、でその時にあるのがパイナップルと豆乳である、これが一つですね。でもそれは別にね、数ある方法の中の一つにしか過ぎないんだけども、そこを切り取って3つにするわけですよね。でパイナップルっていうのはご存知のように酢豚に入れますよね。で酢豚っていうのはなぜ入れるかって言ったら、あれパイナップルっていうのはなんとかっていう酵素によって肉が柔らかくなるんですよ。だからパイナップル負けする人いるんですよね。例えばね、僕もまあ気をつけないといけないんだけども、パイナップルこうやって食っちゃいけないでしょ、わかりますよね。こうやってスイカはいいですよ、スイカはいいんだけど、パイナップルギーって食っちゃいけないんですよ。なぜかってここ荒れるから、荒れるんですよ。だからあれはあの肉ってこれタンパク質ですから、タンパク質をまず柔らかくする酵素が入ってる。だから酢豚はあのパイナップル入ってる、そういうのがあるし、まあ、他にもあるわけですよ。だからマンゴーも入ってるかもしれないし、パパイヤも入ってるかもしれないしね。だからその我々ね、マンゴーはまあ食べるかな、パパイヤも食べないかもしれないですけども、基本的にマンゴーとかパパイヤとかいうのは完熟させるよりもタイなんかではソムダムって言ってあのサラダに入れますからね。まあまあなんそれあんまりいいんだけど、でそれ で豆乳というタンパク質を混ぜると ねもう適当ですよ、パイナップルのタンパク質をね柔らかくする酵素と豆乳のモロタンパク質がブレンドされてね、でそれが肌の浸透していって、そしてその中の老廃物タンパク質がちょっとねあの古くなっているようなところがきちんと柔らかくなって、で再吸収されてピカピカになる。これ今適当言ってますよ、だからこれは YouTube では言いません。これはでそうかもしれないなと思って調べて言いますけども、でもあの何だかな、抜け道もあるんですよね。僕はこう思うんだけど分かりませんけどと、でそれ命に関わらない限りはそれ言っていいと思う、僕はこう思うと。 で今の話で言うとね、酢豚にパイナップルが入ったなんでですかって言ったら、豚肉が柔らかくなるからですね。で我々日本人にとったらさ、パイナップルと肉ってどうなのかと思うかもしれないけど、でも昔ねあのハムステーキで、俺給食でさハムステーキ出たんですよね。その上になぜかパイナップルボーンってたんですよね。あなかったですか、そういうの。あったでしょ、あったでしょあるでしょ、ハムステーキって言って、いやここのやつがあってパイナップルがボン乗ってるわけ。ほんでね、あのハムステーキ、ハムが分厚いんですよ、多分1センチもないけど、まあね、でそのなんか必ずこうでピリって取れる油がついてるんですね。ピリピリピリ取れるんですよね。であれ嫌いなやつがいて、僕はそうなんだけども、必ずあの油をよけて食べるというね思い出があるわけですけども、だから肉とパイナップルって意外とね相性というか使われるところあるわけですよ。だから我々のねこの肌とかも肉じゃないですか。だからそれはタンパク質をね柔らかくすることによって肌をねピチピチにさせて、キメを細かくすることによって肌が滑らかになるんですよってね、でピカピカになるっていう方法でしょ。納得するでしょ、なんかなんかすごい、いやそれ何のエビデンスも何にもないけども、で今の酢豚の話から、で僕はそう思いますと。ただもちろんそれね間違いがないのかもしれないですよ。だって実際の話、パイナップルにはその酵素というか抗酸化というかね、
なんかあるでしょ、やっぱり。それあると思いますよ、パイナップル。あると思いますよね、それあると思います。で、あとは、ね、もう、お肌ツルンツルンっていう言霊と。で、その時にこうやってね、VAK とか、真空を使うんですよ。真空を使うんですと。ね。で、ね、クはツルンツルンね、言葉。でね、意識は、そのツルツルのイメージをね、思い浮かべると。で、それ、身体の芯はね、これ。もうお肌ツルンツルンっていうアファーメーションを真空を使ってやると真言密教じゃありませんけどね、ツルツル の悟りが開けるんだと。でそれを毎日やっているとツルツルになるんですよという。であとはもう一つはね、ツルツルのものを見るとかね、実際シンボルとして見る。じゃあこの世の中にツルツルなんですかと。あなたが見ている YouTube がそうですね、今見ているあなた、もうそれは今ツルツルの人見ていますよね、って俺の方でもね。だからね、今3つ言ったら3つをねやろうともできるわけですよ。でこれね、なんか黄金のセオリーじゃないんですけども、何かものを考えて質問するでしょ、まず3つ考えようでいいんですよ。で正解も不正解もないわけですよ。ただしここで大切なのはその質問をね生み出す能力ですよね、はい、でも今のねツルツルっていうのはね、すごくいい質問だと思いますし、例えばねお金の話で言うと、まあ、この間 もうほんまもう超適当っすよ。あれ何言ってましたっけ、あのアファーメーションね。まずお金のアファーメーション、あとちょうどここに500円玉貯金箱があったんで貯金箱をしようと。であれは空白になっているとそこに入れたくなるという潜在意識の法則があるとかね、いうわけなんですよ。だってこれ実際そうなんですよね、潜在意識には空白を埋めたくなる法則があるとね。でもう一つはちょっと最近ねニーサがね新ニーサに移りまして、あのこいつ勝手に成長枠に入れてあるじゃんとかでちょっと切れてた自分がいたんですよね。でまあそれはまあちょっと調整できたわけです。でもあそうか、ニーサ年間40万だったのが360万で拡大されてるんだ、だってやった方がよくないみたいな感じでちょっとニーサを見てたんですね。でその時見た瞬間に、なんと 16% も上がってるよ、ですよね。それ以上上がってるでしょ。だから 16% なんかね、まだ全然雑魚なんですよ。もう正直恥ずかしい。だけど今どれぐらい上がりました。私一番上がってるので今 60% すごいですね。それなんですか、インデックス、インデックスの、はい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 、いいですね。それは何ですか、再投資式にしてるんですか、再投資型。受け取りしたらさ、例えば100万ってやってたら60万ってことでしょ。そうですね、そうなんですか。でもさ 60% でいったら、ちょっと後で教えてくださいよ。ちょっとちなみにこれ公情報だからいいと思うんですけど、差し支えなかったら何ですか、ちなみに。あ、ちょっと調べておいてもらっていいですか。これなんかいい情報だと思います。これは YouTube で、ね、言うには、これ別にそのね、これがありますっていうことを言ってるわけじゃなくて、今現状 60%、あるんですよ。あるんです。だから俺はもうね、がっちり、なんつうかな、ポートフォリオをかけてるやつだから、まあ、16% ぐらいなんですね。だけど、もちろんリスク取り型だと思いますよ。それはもう、はいはい。まあまあ、あるんですよ、あるんですよ。ちなみに何てやつですか。はいはいはい。あ、いいです、いいです、いいです。いやだからそれあるんですよ。だからただし皆さん株とかね FX とかやってると思うんですけども、あれねプロにならないんならやんない方がいいと思いました。でめっちゃ頑張ってもねプロのねファンドマネージャーに勝てないでしょ。わかります。投資の別に教える立場でもね知識があるわけじゃないんですけども、だから知っとかないといけないのは、株っていうのは確かにね、それはウォーレン・バフェットじゃないんですけども、昔のコカ・コーラなんかを買うわけですよ。で、コカ・コーラがまだもう全然知らないなんか砂糖水屋さんだったのを株を買っていってですよ。それでもう今ね、一株100円とかで買うでしょ。で、それがね、10万とかなったら1000倍とかなるんですよ。で、そういうことでバフェットはいっぱいそれでやってるわけじゃないですか。でも、それができないんであれば、要するにセットを作ってるわけですよね。意外とね、うちの奥さんなんかはそうなんですけども、インデックスとか言ってもわかんないし、ファンドって言ってもわからないんですよね。はいはいはい。はい。59.59%。ほう。今日が 40.68%。ほう。全、私はちゃんとだから調べればあるわけですね。そうですね。でも一番おすすめなのは。あ、俺それは持ってると思う、多分。はい、うん。すごくいいなって思って、ちょっとしか持ってないので。ほう、ほう。よし、後で調べよう。後で調べ、いや、
なんでこうなるかって言ったら、今世界的に調子がいいってももちろんありますよ。でもちろんね、リーマンショックとかそういう不足の事態はあるにせよですよ、世界的に調子がいいわけですよ。特にアメリカもね、でも調子いいわけですよね。それもちろん物価も上がってるからね、それは生活が楽になってるかどうかは分かんないし、で日本だって、今何本ぐらいですかね、3万ぐらいでしょ、バブル期だから。もちろんこれ円安とかね、トヨタが頑張ってるとかそういうのはまあもちろんあの理由はあるにせよ、今だからめっちゃ上がる時なんですよね。じゃあ今じゃあ株やりましょうってね言ったところで、何買えばいいか分かんないでしょ。さあもうファンドでいいんですよ、投資信託でいいんですよ。それも別に新生銀行に行かなくてもいいんですよ、普通の銀行に行かなくても、ゆうちょに行かなくても、西日本新 T 銀行に行かなくてもいいんですよ。よく誘われますけどいやそれは手数料ね高いですし、なんか分かんないで買わされるでしょ。それよりも今みたいな情報で楽天なりね、どこなりで、まあ俺は別に楽天しか知らないからね、一応マネックスも持ってますし、でも一応見たんだけども、もうなんか楽天銀行使ってるし、楽天カード使ってるし、楽天トラベル使って楽天でいいやとね。で別に楽天をね悪く言う人いますよ、そういうね、なんか悪くというか、いやもっといいのがあるのにみたいなね。いやそのもっといいのがあるのかもしれないけどさ、一長一短あって、そのもっといいのを探してる間に、あの我々は年を取ってしまうんですよ。じゃあ別に全然意味わかんないなんとか投信とかよりもですよ、もう楽天でいいじゃないですかっていうところなんですね。でそこのインデックスファンドを買ってぶち込んでおけば、別に何もしなくてもね、何もしなくても勝手に上がるので、これをやらない人が多い。しかも今NISAって言ってさね、これは国が進めてるからとか言う人いるけどね、ユーコリンってあのなんか言ってあの話題になってましたけどさね、なんかユーコリンってあの嫌でしょ、コリン製化でしたりとかいやあれはあれも当たり前の話なんですけども、お金の流動性を高めるためにそのお金を外に出しましょうということですね。それ全世界とかそれ、ね、株なり債券なりのですね、そこに投資しましょうと。だってタンスとかね銀行にあっても意味ないじゃないですか。ですよね。でそんなあの日本人では特に投資マインド低いわけですから、それはもうね戦後の教育というかそれ前の教育でですね、あのお上に預けてたら安心だっていう洗脳されてるわけなんですよ。だから今だんだん溶けていっても、でもやっぱりユーコリンみたいな人がですね、あれ本人が言ってるのか誰かに言わせるとか分かりませんけども、言ってね、それはやっぱりユーコリンが言ってることは間違いないとさ、ユーコリンが間違いないわけねえだろと、いやそれでそれなりの人が言ったらさあ、これは裏があるとかね言うわけですよね、うん、だからそれでホリエモンさんとかさ、あのなんか高須クリニックの三木屋先生とかね、まあ言って広域とかぶってるわけですよね。でもそれ全部裏があるって、でユーコリンが言うのが正しいとかね、なんかね少数意見が全て正しいみたいな陰謀論脳になってしまうしてるわけですね。でまあ要するにね、あのちょっとずつこうやってやっていったらまあいいですよね。そうなんですね。だからお金を増やす一番いい方法があるとすれば、別にアファーメーションいいと思います皆さんアファーメーション好きかもしれませんけども、じゃあ銀行に100万あってすぐに動かさないんであれば、インデックスにぶち込んでおけば、ね、来年にはそれが100万が110万になってるかもしれませんよ。で10万で旅行行ったら嫌ないですかと、そういう話でだけですね。でこれ結構ね、あのあそうか、知らなかったっていう人の方が多いんですよ。でそれをやるのは難しいかどうかというと簡単です。めちゃくちゃ簡単ですので、またそういう本当のもう初歩の初歩の初歩講座をやってたら多分人集まるレベルで簡単。でも実際そうでやってます。いやですね。でも取っかかりが分かんないでしょ。取っかかりが分かんない。じゃあまずイロハのイが何ですかっていう取っかかりが分かんないですよね。ほとんどが それでつまずいてる方が多いと思うんで、まあ取っかかりはね、これどうやって勉強したんですか、その取っかかり、本当の取っかかり。あ、両学長ね。それを50万2年間、子供もいるので、うん、はい、ほーですって。両学長、お金の大学。はいはい、そう。はいはい。今だから今すごいですね。ですよね。で、あそこでね、ヴァンガードっていう話が出てきたんですよ。でも俺、ヴァンガードの話、2015年に知ってたんですよ。これね、年収5億円という FX の、まあ、トレーダーっていうのかな、知り合いにいてさ、俺コラボしたことあるんですよ。なんかちょっとあるセミナーで会ってちょっと意気投合して、でお金の話をして、で その人はまあその集客とかそれできないから、じゃあ俺人集めますんでって、確かにあれどれぐらいやったかな、5万円のセミナーに100人来たかな、でいっぱいいっぱいになってしまったんですね、5万円のセミナーで。でその時にまあちょっとあ結構ね半日ぐらいのセミナーなんだけども、すごい中身が濃くてですね、何をするかというと1億円貯めましょうという話があるわけ。
で1億円貯めるには段階があるって言って、これ実は今でもねそういう話を僕基本的な話としてするんだけども、まず0から100万の人と100から1000万の人と1000万から1億の人がいると。でここで一番難しいのは何かったら0から100だっていう話なんです。0から100は本当に時間かかる人はかかる。でも100行ってしまえば1000万はそんなにかからない。で1000万行ってしまえばその日になれば1億もそんなにかからないっていう話なんですよね。で俺はそれは本当にそうだなと思ったんですよ。恥ずかしながらなんですけども、僕はあの32歳の時に独立してましたけども、100万円貯めたことがないんですよ。普通に100万円貯めたことがなくって、で32歳独立して何すればいいか分かんないですよね。とにかくまあいろいろ試行錯誤しながら、100万円超えたのいつかな、10年ぐらいしてからじゃないか、10年もやらないかな。で少なくとも俺1冊目の本出した36歳の時100万円なかったですからね。夢が叶うとき何が起こってるのかっていう本を出したのが、それでようやく、あ、ちょっと前だ、100万円、2012年ぐらいかな。それでようやく100万円が貯まったんですよ。で、それからが早かった。そっから1000万いくのに3年ぐらいで行って。だから、まあ、賞味で言うと、2005年の段階でゼロとした年ですよ。2012年で100ようやく行ったんですよ。100ようやく行ったんですよ。いや、もちろん、瞬発的に行くことありましたよ。なんか、天使にお願いしたら100万円くれとかね。そうなんですよ。いや、ちゃんとストシューした意味でですよ。その一瞬来るのは何回もあったんだけども、それこそセミナーでガーッ来てね。それはあったんだけども、なんか100が定着したなーっていう、まあ要は100から200ぐらい行った時の定着感を感じられたのが2012年ぐらいだったとして、で、それから1000万行ったのが、いつかな、2015、6ぐらいですよね。はい。で、それからちょいと時間かかりましたけども、1億行ったのが2022年ですね。だからまあ6年ぐらい、だから1000万から1億まで6年ぐらい。でもそれでもまあまあ、あの1000万以上はずっとあったから、別にそれで何するってわけじゃなかったんで。で、じゃあ次10億目指してるわけですね。で、そこで、あの段階があると。で、0から100の方法があるのと。それ何かあったら、めっちゃ働く。で、それもめっちゃ働けるんですよ。普通に。じゃあ5万なんとか頑張ったら2年でいけるでしょ。2年で100万円。で、2年ってすぐ来ますよ。2年前は結構覚えてるでしょ。5万を必ず捻出するっていうこと。そしたら100万円来るんですよ。100万円ったらなんか、心が軽くなるわけですね。で、100万から1000万に行くときには、方法があって、まず、投資は、まだ早いと。ちょこちょこするのはいいと。ただ投資、お金を生むレベルが1000万からだっていう話ですね。あ、その資料俺あったんだよなぁ。あれどっかにあるわ、その資料。今度まだ持ってきて、そのままここでパクってやろうかな。それはいい。はい。あのね、もう、あの、100万いったら、はい。これ大切な話。アフアメーション。アファーメーションなんですよ。で、実際の話、0から100までない人も結構いるんだけども、参加費5万円取ったら、まあ大体100ぐらい持ってるわけ。で、その100ぐらい持ってる人に対して、アファーメーションを教えるわけ。その方が開発したアファーメーション。で、その1000万も、それで1000万まで行ってしまえば、あとは投資をする。もしくはビジネスをする。もちろんそれは、投資はともかく、ビジネスは別に0からやってもいいですよ。うん。でもやっぱりね、100万ない人のビジネスなんてさ、ビジネスならないですよ。怖いじゃないですか。安定したビジネスならないしさ、ね、もうフェイクするのはいいですよ。だから俺なんかそうかもしれませんけどね、あのブログ書いてさ、ウェーって言ってたからさ、それはまあそれはでね、でも生き方としては全然自由に、僕なんかに、ね、はるかのお金持ってる人よりも自由に豊かに過ごしたのはこれ間違いないわけですから、まあそれともかくですね。で、1000万から1億にするためにはビジネスする、投資をするということで、だんだん雪だるま式に増えていくわけですよ。だから今のね、ままでね、ずっとやってたらさ、もう10年後やばいですよ。はい、だから野村証券は、どこでもいいですよ。どこでも一緒なんですよ。ただね、ディーラーさんがいるでしょ。だからそれは、インサイダーとは言わないんだけども、超極秘情報で、じゃあ野村さんとずっと付き合わなきゃいけないわけ。そしたら未公開株情報なんてね、出てくるわけなんです。これ来ますよ。だからズームみたいなのがね、もしあるとするじゃないですか。だからこれ来ますよって言ってさ、未公開株の段階で買ったらね、ほんともう爆上がるの決まってるじゃないですか。だからそれはもうね、だから俺もそういった意味ではね、もっと早く気づけばよかったって。だから投資は早い方がいい。じゃあ今からどうするかって言ったら、そういう方法もあるけども、でもね、野村証券みたいにね、ちゃんと大手のちゃんとしたね、信用のあるとかいいけどさ、なんかよかんないなんとか投信とかいう人がいてですよ。でもね、年利どうたらこうたらって 60% ですみたいな感じで言って、で、ポンジスキームに捕まって全部吸い取られるみたいな話あるから、で、それの方が多いわけですよ。
で俺それ知ってますからね。昔ねこの月一を始めたばっかりの時にその人が来たんですよ。でその人だとすごいねいい人だったんですよね。女性のまだ若い女性でね、俺の九州ツアーに、ね、来た人なんですよね。 でみんなにそういう話をしてるわけですよ。別に話し方いやらしくなかったんで、なんとなく俺も聞いてたんですよね。そしたらね月利 6%、ね、月利 6%、福利にしてもいいし単利にしてもいい、うん、でもとりあえずね福利にしてもお金もらえないでしょ。あれ福利にするってのはくせ者なんですね。どっかで福利にさせられるんだけども、最初単利なんですね。で単利ってどういう話かったらさ、100万預けたら6万円もらえるわけ毎月。でも福利ってのは100万預けたら6万円来るんだけども、6万円がこっちに来なくって106万になるわけで、その106万に対してまた 6% かけられるから、で単利でやるとこういう一直線なんだけど、福利になるとこういうふうに指数関数的にいきますよと。で最終的に福利にやったらどうですったら、こんなに差があるんですよでね、もうね言われるわけですよ。でも福利になるっていうことはさ、手元にお金がないから、だからお金ばっかり膨れ上がるでしょ。である3億円ぐらいそのファンドかなんかが貯まったらトンズラです。はい、でそれはもう あって、でこれ何回も俺言ってる話なんだけども、100万円預けたんですよ俺ね。で6万来たの本当に、おおと思って。で俺の周りのねその人と知り合った人もやったわけですよ。そしたらあるね30代前半ぐらいの女性の方がいて、でその方が舞い上がっちゃうわけよ。で今ちょうど300万あると、300万ボンって預けたら18万、で手取り18万だったらまあまあですよ、普通の OL さんレベルで言うと。これで私ファイヤーだと思ったらしいんですよね。で本当にそこまで行っちゃったんですよ。でそういう話を、まあ、この月1でもしたことがあったわけで、でそこで俺がねそのひーちゃんっていう人だったんだけど、まあ、その人に聞いてみたんですよ。これ税金って何ですかね、雑所得ですよねって、何パーセントぐらい取られるんですかって、 20% ですかって。で仮想通貨 50% だし、普通の株の場合は 20% でしょ。そしたらちょっと聞いてみますねさ、その時の答えがまあ驚き、これは愛の循環ですから税金がかからないそうです。もうその瞬間全部引き上げですよ。これは怪しい。で案の定その会社マザール株式会社、どこにあるか分かんない。で全部調べたらオフィスはもちろんバーチャルでした。それでニュースに出てきました、詐欺。よかった。でごめんなさい、俺12万円ぐらいもらいました。でもこれね、今みたいにね、本当に100万預けて6万くるでしょ、舞い上がりますよ。300万預けますよ。でみんなドワーッと預けてさ、こんな預けた方がいいよねで、さっきのね、60% で言うと 6% 似てるけど、で、そうね、それとその心理と同じさ、もっと預けとけばよかったってなって、で、ありがね全部預けるわけですよ。で、ある程度バーっていって、で、ある一定のところでバーンってね、全部利確すれば、それはいいんだけども、人間の心理はなかなかできないわけですね。というのはね、もうベストな、未来が見ればいいけど、見えないわけですよ。で、ベストなところでね、下ろせるのはそれはないわけでしょ。いつかのビットコインもそうだったけども、2017年ぐらいにビットコインガーッと上がって、で、俺の知り合いの人はね、6億。持ってるっていうわけですよ、うん、FX 孔明さんという人だったんですけど、まあいいですいやでもいいんです、川島さんっていうのはね、川島和正さんって知ってる？あれ知らないですか？川島さんって知らない？川島さんってね、ネットの一番最初に出てきたような人で、今でももう最先端で活動してる人、はい、川島さんね、うん、で、あの人は香港に住んでて、で俺遊び行ったんですよね、知り合いで。そしたらなんかそういう人がいっぱい来たんですよ。で、そこで言われてるのが仮想通貨の話で、俺仮想通貨持ってなくてさ、ほーと思って。で、なんかね、仮想通貨面白かったのは、内モンゴルとかスウェーデンでコンピューターを回してるんだって言ってね、なんでかって電気代がかからないからって、そんなアナログな世界なんですかってね。要するに仮想通貨っていうのはコンピューターなんですね。これで、スーパーコンピューターで管理してるわけですよ。それをね、いっぱい繋ぐわけですよ。いっぱい繋ぐでしょ。で、それで、マイニングってしてるわけですよね。ビットコインを。だから、要するに金の要するに削掘をしてるわけですよ。金を掘り起こす。金を掘り起こすの暗号を解かないといけないから、その計算をね、1台のプログラム、要するにコンピューターだから、足りないから繋げてんだって。そしたら、電気代がかかるでしょ。で、暑い地域だったら、電気代かかるから、というか、コンピューターが熱くなるから、そんぐらい電気代かかるし、壊れやすくなるから、内モンゴルの寒冷地とかロシアとかで、それをやってるんだ。それをマイニングしてるんだ。なんかバーチャルとリアルが非常に混じり合ってるとか、確かでも、ね、仮想通貨でそうなんですよね。金と同じだから、埋蔵量があるわけですよ。いや、ビットコインで今どれぐらい掘り起こされるかわかんないけども、ただ金だってこれから先永遠に上がるわけですよね。だからどっか月かなんかにね、皆さんが行ってさ、もう金が、およ、金出てきたよっていうね、ことでもない限りは永遠と上がるわけですね。まあそういうことでビットコインも永遠と上がるわけですよ、そのうち。だから仮想通貨っていうものそのものの信用がなくなるという時代は、それはゼロではないですよ。もともとリアルじゃないから。でもまあ金なんかリアルだからいいですよね。で、そこで6億持ってる人がいたんですよね。もう6億は人生上がりじゃんって思ったんですよ。でもその人ね、言うんですよね。いや、6億なんかね、すぐ使っちゃうんだよねって。ほーっと。ほんで、その川島さんがね、
その何日か前に行ったっていうんですね。あるパーティー、ワインパーティーに来て、でそのワインパーティー全部ご招待ですか言ったら、その方はワインで年間1億使ってるっていう。でワインもね、これよく言われるんですけども、投資物件としても最高なわけですよ。というのはヴィンテージワインって作れませんじゃん。ヴィンテージワインね、俺は分かんないけど、1980年のなんたらかんたらっていうね、でもなんかあるとするじゃないですかね、ムートンかなんかあるとするでしょ。だからそれが1本300万ぐらいでするじゃないですか。じゃあ今から1本300万のヴィンテージワイン作りますって作れないわけですよ。で作れないわけですね。だからそれをもう永遠に、もちろんあの品質管理さえ しとけばいいんだけども、でもそれちゃんとできるとかわけですね、江の手か。でワインの面白いところはさ、飲むやつがいるってことなんですね。金はさ、なくならないわけ。なんだかんだ言って加工されてもロレックスになっても、これね、金ね、これ金の含有量がある。これ今実は360万で買ったんですけども、今日本で500万で売ってました。ね、なかなかいいでしょ、デイデイと。いや、ちょっと全然上がるんですよ、これ。だから買っといてよかったもんなんですね。でもそのね、あの差額の140万をもらうためにこれ売ることはしませんけどね。でこれはもう全然一切現金にするつもりないですし、もう子供にいつかあげて、でまだ困った時これお金にしたらいいよってね、ちょっとかっこいいパパになろうと思ってるんですよ。いや、それでね、なんだっけ、あの浮き足立ってたんですけども、で俺その時買ったんですよ、仮想通貨。それが頂点でした。でその後大暴落、1月、覚え、記憶に新しい人はいると思います。みんな買うわけですよ。だからそれはよく言われるんだけども、あの蕎麦屋のね、デッチ暴行の人が株の話をしたらもう切り上げろっていう話、なんかあの蕎麦屋のデッチ暴行がさ、やり玉に上げられるんだけども、ね、でジャズでもね、これ逸話があってね、あのアートブレイキーのモーニンっていう曲があるんだけども、蕎麦屋のデッチ暴行がモーニンを歌う時代っていうね。それぐらいジャズは人口に解釈してるとか、もう広がってるんだみたいな。だから蕎麦屋のデッチ暴行がもう、だから今ね、あの、まあ、こう言ったら申し訳ないですけども、誰かがインデックスファンドって言ったらもう終わり、あバンガードって言ったら終わりです、はい、じゃあ今日バンガードという名前を今まで知ってた人、ああよかった、まだバンガード ね知らないでしょ。だからバンガードで、両学長があの人気、超人気 YouTuber の両学長、そして超大ベストセラーの両学長の本がもうバンガード一択ですよぐらいで言ってるでしょ。いや、もちろんいろいろありますよ、ヴァンガードで。でもヴァンガードで間違いありませんと言ってるわけですよ。それでもね、少なくともこのセミナーに来られる方はその辺と申し訳ないですけども、方よりも意識高い系だと思いますよ、基本的に。でもやっぱり30人って3人しか知らないっていうね、うん、で意識高い系の中でも10分の1 10% ですよ。ということはヴァンガードっていうのを、いやだってさ、皆さん基本的に YouTube を見て僕のところに来てるわけでしょ。何やかんで YouTube 見てるわけですよ。で、両学長とか、両学長を知らない人。でも半分なんですよね。あ、でもやっぱり知らない人いるわけですね。うん、まあいいんですよ。じゃあ、ひろゆきを知らない人。あ、おぉ。え、何を知ってるんですか、逆に。あ、じゃあ、ホリエモンを知らない人。あ、じゃないですね。じゃあ、朝倉未来を知らない人。あ、朝倉未来を知らないですね。なるほど。まあいいや。朝倉未来は格闘家の人なんですけども。はい。そうなんですよね。で、そのね、先ほどの5億のやつね、100は働け、頑張れ、ね、で100-1000万はアファーメーションで1000万。このアファーメーション今から言いましょう。ちょっと後で言います。いや、言うから、ね、言うところでこれ消すの。ほんでこれ以上聞きたい方は、メンバーシップ、はい、ということでですね、それでまあ言うとですよ、アファーメーションなの。それもアファーメーションもね、あのこんなあれですよ、その方が実験したいと言って、そのアファーメーションを77,777円でセミナーをしたんです。でそのアファーメーションで金額設定をするんですけれども、2週間以内にその金額が来なかったら77,777円はお返しします。だってお金あるから。でもし感想文を書いてくれたら半額返金していただきます。何のリスクもないわけ。それをしたんですよ。それなんと結果論、半分の人が2週間以内に来たんです。でもっと言うと、傾向として自営業の人は半分以上だ。自営業の人はこのアファーメーションを聞くんだなってことが分かったらしいんですよ。そして、そうやって1000万まで持っていったら、あとは投資ビジネスで1億まで持っていくと。で1億までいったら10億にその気になればいい、できるかもしれないけども、でも1億までいける人間っていうのはもうお金に働かせる方法を知ってる人間だから、例えば僕は1億ね、仮にですよ、今かき集めれば1億全然あるとして、それを
バーンってね、一箇所に投資するのはちょっと怖い。だからインデックスファンドの場合は溶けてしまうリスクが限りなく低いわけ。それこそ世界が滅亡するレベルに低いわけですよ。で、FX は繁盛博打だから当たりはでかいけど、なくなったら全部なくなるわけですよ。で、株もそうですよ。ね、そら、でももちろん長い目で見たら、でもね、例えばライブ動画すげえ行きますよって言ってたけども、なくなったじゃないですか。で、そういう不足の時代って結構あるから、で、だからインデックス、で、要するに投資信託、ファンドですよね、は硬いわけですよ。で、今言ったように 60% ぐらいで行くところもあるわけなんですよ。特に、米国って書いてるのは当たりです。はい。米国って書いてるやつです。もしくは全世界はかなりリスクヘッジされてるから、それ一つぐらい持ってていいんだけども、だから、米国一つだけやるとさ、なんか突然ね、そのなんとか政権がどうたらこ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 うたらとかいうこともありかねないから、例えばね、だ昔ね、車の会社デトロイトになって車の会社がさ世界ナンバーワンだったのがさ、今も紙くずみたいなところあるじゃないですか。それと同じように例えば今ね、ガーファがすごいんだけども、次のやつが来てさ、もうガーファオワコンですよなって可能性もあるから、でそれは分かんない、株の場合は分かんないけど、だからアメリカ自体も分かんないんだよ。だけどなんかよく分かんない新興国よりは全然いいですよね。だからインドネシアにしてもインドにしてもですよ、それはもう可能性高いですよ。で中国株がね20年流行ったんですよ、ね、もう今ちょっと怖いという感じ で今だからいいのが東南アジアとか言うんだけども、それもね、じゃあインドネシアいいと思いますよ。俺もその事業投資してるんだけども、だけどもインドネシアだって何かあるか分かんないです。政変とかそういうことでガラガラってくるでしょ。でインド今来てますよって言うんだけども、インドも分かんないですからね。インドなんかさ、あれにわかに信じられないですけども、明日からこのお金使いませんでしたからってこと平気でするからですよね。数年前ありましたよね。うん、明日からこのお金使いませんのでとかね、普通になるわけですよ。でそういうことだったらもうガタガタガタになるわけでしょ。というわけでですね、はい、まあいろいろあると。でも1億までいったらさ、もう分かってる人ですから、あとはお金に働いてもらえればそれでいい。だって俺みたいに映画作るぞって言って1億円ボンと使う可能性のあるね、危うさを持ってる人間ですから、でも俺はそうしたいと思ってるわけですよ。そうしたいと思ってるわけですよ、うん、でもね、それをガンってしたら絶対返ってきますからね、そういうこともね。だから、今日は今から100から1000になるためのアファーメーションをこの後公開した上で、ただこの話ね、俺ちょいちょいしてるんですよ。でも今日初めての人もいると思いますんで、はい、で、なんか結構気が楽になるでしょ、そうやったら。で、なんていうかな、お金に困らない自由に豊かに生きるためには私は常に自由ですね。あれは鉄板アファーメーションです。でも今から言うのはダイレクトにこのお金を手に入れる。はい、今日ね来た人もすごいいいですね。すみません、これちょっと思い出します。ちょっとね。出ました。皆さん揃ってから言いましょうか。だからおトイレ行ってるから。あ、じゃあね、一旦休憩しましょうかね。その休憩後にこれを、はい、今日健康診断行きまして胃カメラしたんですけども、さっきも同じこと言ってるけども、麻酔がまだ効いてるのが、あれ麻酔じゃないんですよね、鎮静剤っていうらしいです。で人によっては眠れなくって胃カメラ一緒に見てる人もいるらしいです。で僕はもうね、ぐっすりと記憶が全くなかったですね。あれされたことあるって言ってされました？あれすごいでしょ。本当にあんな経験僕もないですよ。で目が覚めたらちょっとフラフラしてるんだけども、すごいスッキリしてるわけですね。で車の運転をしてはいけませんというふうに言われたと思うんですけども、まあそれはそうなのと思います。でもまあ大丈夫だと思いながらですね、今日コーヒー3回こぼしますから、こうやってで朝からねボケてた、先取りしてボケてた。というのが車乗ってね、雨降ってたですね、バーって言ったらさ、であるでしょこの書類が、そしたらなんか全然違う書類持ってた。で着いたそうだな、これ違うわと思って、茶封筒の方をやってたと、うん、でそれすいません、間違い取りに帰りたいんで、で30分遅れますって言ってさ、それでまあ取りに帰って、でまああとは守備よく行ったんですけどね。で僕の場合その30分遅れたおかげで、ちょっとゆっくり話す機会があって、その人と。で血液検査って後から来るでしょ基本で、血液検査 の結果がすぐ出ちゃってですね、うん、でもちょっとね、課題はある、全然あると思いましたんで、それはですね、これちょっとチャレンジングですね、はい、チャレンジングに行きたいと思いますんで。そうでもね、僕の場合は体重をだいぶ減らしたら、だいぶ減らしただけ数値が減る。このでそれ以外胃袋の中、きれいな胃袋、うん、
レントゲンはまだ見てないですけども、肺を見てないですから多分大丈夫だろうということですね、うん、で血液、糖尿とかないんです。で腎臓 OK、糖 OK、あの内臓脂肪、中性脂肪がやや高いので、肝臓にその分少し負担をかけるからガンマ GPT とかが数値が少し高いっていう。お酒も飲んでないんですよね。だからでも今年は体がねテーマですから、あの最近腕立て伏せをね毎日してるんですよ。腕立て伏せズバリ聞きます。100回できる人、100回をやったことがある人、あのね腕立て伏せをやったことはあると思いますけども、あ、筋トレしてる人、普段筋トレした方がいいですね。最近ね俺筋トレしたくてたまらないの。なんかでね、何をしてるかったらね、あ、俺ね、まあ、こう見えてもなんですけども、滝行とかいつもね頑張ってやってるんですけど もう自分に甘くって、すごい自分に甘いわけですよ。で会社勤めしてると、例えば9時に会社に来いとかね、何々をやれっていうのさあるでしょ。それ強制力が、強制力ないんですよ。強制力ないから滝行がすごくね強制力なんですよ。滝行というのは俺にとってはその神様とのお約束ですから、この間はお酒を飲まないとか何をしないとかちゃんとしてくれるわけですね。ちゃんと朝滝に行きなさいとか。でもそれでもねしないことがあるんで、今年なんと僕はコーチングを受けてるんですよ。プロコーチをつけているわけですね。昔の知り合いでプロコーチ歴20年で、あのプロコーチ歴20年ってまあまあすごいですよ。形にならないような商売をやってるって。で分かったのはですね、あのね、あのプロコーチになり、なるには喋っちゃいけないってことが分かりましたね。これもう決定的に喋ってはいけないんです。徹底的に。なぜかというと、俺なんかずっと喋りたい人間でしょ。俺プロ講師合わないと思ったの絶対。ある程度はできますよ。だから長くは続かない。一回のセッションはおーってなると思うんですよね。で長く続かないんですよね。なぜかって言ったらね、喋ってしまうから。で俺がもうね1時間で1時間ずーっと喋っていたいので、これなんでだったら、それはもう課題をずっと言っていくわけですよ、自分でね。で自分で言って自分で解決していってるわけで、それをさせるのがコーチなんですよね。で、ね、間違っちゃいけないのが、わーって喋って、で自己満足で喋って、例えば女性に多いんだけどさ、マウント取る女性いるでしょ。こうやってって言ってでしょ。あれ自分の心がねちゃんと整ってないとそれ従うわけですよ。それで相手が泣いたりするんですよね、時によっては。あるんですよ。でも早くしてバババババあれだそれルルルって言う人いるでしょ。もうたまにいるんですよね。もう指さしてこうやって絶対こうするんですよなぜか。お前人を指さしちゃいけないってお前言われたことないって感じだけど、もうそれで指さすんですよ。それでわーって言って、それで相手が泣いて自己満足で終わるんですよ。これでね、こういう人いたんですよね。私のセッションは1回で満足できるから誰もリピートされないんですって。まず間違ってますよ。間違ってます。あのね、セミナーであれセラピーであれなんであれなんですけども、やっぱりセミナーに行きました、いいことがありました、で次行ったらもっといいことがあるだろうと思うのが人情というか潜在意識メカニズムがそうなんですよ。1回で満足したからもういいですじゃないですね。それはもうね、まあ幸せな脳だとね。でもそれはでも1回やって続かないんですよ。続かないとか自利品になって結果プロコーチになれないわけですね。だからその僕のプロコーチの方は僕と同い年ぐらいの男性なんですけどね、まあ、立派な人ですよ。超絶立派な人なんですけれども、まあ大体60分中55分僕が喋ってますそれでいいんです、はい、でそうやって言われたのが、ちょっと提案もしてくれるんですけども、腕立て伏せをするっていうことで、で今もうね20回ぐらい限度なんですよね。100回目指したいですね。じゃあ1日1回ちょっと増やしたらどうですかって言ったら、おもろそうですねでやってるんですよ。で今もね一応11回から始めたんで、この間今日20回ぐらいできるんだけども、まあ、いきなりそこで11回からやって10回からやって、もう今日17回やったんですね。明日18回やりますんで、だから忘れずにずっとやっていったら3ヶ月で、理論上はね、理論上は3ヶ月で100回行くわけですよ。で100回行ったら100回の世界がすごいですよね。で必ず体脂肪も減っているしみたいなんですね。まあそんな話なんですけどね、というわけでですね、今年は本当にね、僕にとって学びの1年にしようと思って、インプットの1年ですね。もちろんアウトプットもしますけども、で先ほどのお金のアファーメーションなんですけども、もう口頭で言いますね。それが来る可能性があるんです。で起業家の方は来たらしいです、うん、で今なぜ起業家の方が来やすいかというと、単純にサラリーじゃないからです。いきなり来るんですもん、だってお金とか。だけどももう今この世の中の仕組みをご存知な方はです、例えば今みたいなインデックスでね 60% とかいう世界を知ってる人は、あ、お金ってこんな簡単に増えるんだみたいなのがあると、なんかいきなりもらえたりするし、ひょこっとなったりするし、人生が展開したりとか結構あるわけですね。だから別にサラリーマンじゃなくて起業家の人がやりやすいというのは、そういうふうにお金の上限というか制限がないからですね。でサラリーマンはおのずとねお金の制限を自分で作っちゃってる部分があるんですよ。で親がサラリーマンとかですね。